水戸市高瀬町の、紙屋さんになりますけど、臼杵秀樹と申します。作ってるものは、メインではタケノコがメインであって、あと玉ねぎとか、あとそら豆とかで、あとねちょっと栗とかもあるんですけど、雪茶酢を取りまして、雪栽培の、もともと雪茶栽培が自分自身の元でありまして、で有機栽培の方の有機ジャスを取って有機の野菜を作っていこうというような、作物で作ってます。それぞれの方が一生懸命作ったものをお客さんに届けたいっていうところで産直をやってます。同時並行なんですけど、今も中山間の方が毎年毎年川水戸市内で30ヘクタールが荒廃しているっていうところで、なんとかそれを再生したいということで、今こちらにある栗の栽培の方で、サヌキサントということで、サヌキの山を栗で都にしたいという思いで、そういった活動もやってます。もともと私のところは畑箱の生産農家でして、で、多い時には60あるぐらいの畑箱を作ってたんですけど、それが国の制度で外国産タバコが輸入から入ってくるということで減反しなさいということがありまして、なんか他の作物に変えないかんというところで、高松と丸亀と善通に自然、私たちのために安全で顔の見える野菜を作ってくれないかっていう、ご縁が農業工芸者のグループに相談があって、でそこで消費者の方とやり取りする中で安全な野菜を作っていこうということで栽培をさせてもらったという経過があります。農業を目指す若い方が割と平地の方の農業については割と農地が足りないぐらいの状態で作ってるんだけど、要はもうこういう中山間の農地をなんとかね次の世代につなげていきたいと、でそれが私らの中山間農業をやってる人が次の世代につなげていくためにはもう少しでも再生する形で再生して形でバトンタッチしたいという思いでやってます。昨年の3月になるんですけど、栗っていう作物が初めて香川県が果樹として認めましょうということで、果樹系の予算もある程度使いながら支援ももらいながらできるようになりましたので、もし農業を目指そうという方が若い方がおいでたら、ぜひ私どもに相談いただけたら、それらの農地も含めてフォローができると思うんで、ぜひ、訪ねてきてください。壊した農地を再生するところから始めないかんので、一人でっていうところがなかなか難しいんですけど、我々もある程度手当てもしながら応援しながら一緒に地産化を盛り上げていきましょうという、気持ちが欲しいかなと思ってますので、若い方は割と一匹狼の方が多いんですけど、地域の、我々と連携しながら悩み事も含めて、一緒に解決していくような形を取れたらいいなと思ってますので。